名古屋市の河村隆市長が金メダルをこうだ問題で5年後に開かれるアジア競技大会の催しについて副市長が危機感を示しました。次、副市長、行事への市長の出席や市長と団体と接触がこれまで通り行かないなど企業や競り、団体等からの協力が得られなくなることが念されるところでございます。16日の名古屋市会で 次の緑副市長は自民党議員からの門に対しこのように述べ、河村市長の問題をグり、アジア競技大会の開催に強い危機感をしました。アジア競技大会は2026年に愛知県とな奥市で開かれる予定ですが、河村市長は問題起きて以降、対外的なイベントへの出席を控える状況が続いていて、企業や 競技団体からの力が得にくくなることが懸念されています。他16日の市議会では10月に開かれる予定だった古谷祭りをめぐっても川村市長の問題を受け、スポンサー企業の一部が協賛に難色を示していたことが明らかになっています。